皆さんこんにちは。今回なんですけれども、ウーデゴールについて少しお話したいと思います。はい、今回はですね、まあ、ウーデゴールについてお話ししたいと思っているんですけれども、まあこのね、数日ウーデゴールの、ね、移籍が騒がれておりまして、まあ今度の移籍事情でレアルマドリーを退団するんではないかと言われております。で、まあ、もしかしたらこの動画をね、もう撮ってる時には、出てる時にはね、移籍決まってるかもしれないんですけれども、まあ、今のところ、まあ、レアル・ソシエダと、そしてね、アーセナル、アルテタのアーセナルが、まあ、ウーデゴールの獲得に乗り出しているといった風に言われております。で、まあ、おそらくそのレンタルで、まあ、ローンで、移籍することになると思うんですが、今回はですね、このウーデゴールが、マドリードでどうして活躍できなかったのかっていうところと、あるいは彼の、ね、特徴、プレースタイルだったり、っていうところと、まあ、ソシエダだったり、まあ、アーセナルでっていうね、どうなるかみたいな話までいければと、いったふうに思っております。で、まあ、早速なんですが、まあ、前日版も使いながらいきたいと思いますし、まあ、ウーデゴールが、いた時のマドリーとかね、まあ、ソシエダのもできたら出したい、フォーメーションも出しながら行きたいんですけれども、まあ、マドリーの話からしましょうかね。で、マドリーに、この夏にですね、今季開幕前に、まあ、ローンバックで戻ってきたウデゴールなんですけれども、まあ、ジダン監督はですね、基本的に、まあ、ウデゴールトップ下の選手だと考えておりました。で、ウデゴールが出るときは、この 4-2-3-1 のね、システムを使うことが多かったです。でベティス戦の時は確か 4-4-2 にして、中盤ダイヤでトップ下にウデゴールを入れたんだと思いますけれども、まあ、基本的には 4-2-3-1 の、まあ、トップ下にウデゴールを入れようとマジナン監督は考えておりました。でそもそもなんですけれども、あのジダン監督はですね、ウデゴールをローンバックで戻したいと言ったんですよ。でそれで戻ってきたんですが、というのももともとそのレアルソシエダにローンで行くときに契約期間は2年だったんで、まあ、ソシエダとしては当然2年間あのウデゴールがプレイして欲しかったっていうのがありますし、ただマドリー側はですね、そのレンタル期間を短縮して、まあ、1年で戻したいと、まあ、ソシエダでのファーストシーズンは、まあ、素晴らしいプレイだったっていうのもありますし、まあ、新型コロナウイルスの影響で、マドリーがね、財政が、まあ、マドリーだけじゃないですけども各クラブ財政が圧迫されていて、まあ、最終的にはね、この前の夏、レアルマドリー補強ゼロでしたから、その中で、まあ、お金を使わずに、まあ、戦力を充実させたいというところで、まあ、ウデゴールのローンバックを決めたというね、経緯があります。で、すいません、挟んじゃいましたけども、戻ります。で、まあ、4-2-3-1 で、基本的にここにジダン監督はウデゴールを置きました。で、まあ、これをやったポイントは2つあって、まあ、1つはもちろんウデゴールの特徴を生かすためにトップ下に置いたっていうこと。でもう一つが、まあ、ジダン監督が、ね、シーズン序盤に試していた、まあ、カゼミーロ不在時の解決策を見つけるといったところですね、ポイントとしては。でまあ、カゼミーロがいないんで、もうそもそも 4-1-2-3 をやめてしまおうと、ワンアンカーシステムをやめてしまって、まあ、ダブルボランチシステムにして、まあ、モドリッチと、クロスを行って、まあ、ウデゴールと一緒にこうゲームを作っていこうっていうふうに、ね、ジダン監督がやりたかったんです。が、これはうまく機能しませんでした。そのあたりをですね、もうちょっと解説していきたいと思います。はい。で、まあ、4-2-3-1とウデゴール、マドリーにでっていう話ですけれども、まあ、マドリーは基本、まずビルドアップの話からしたいと思います。で、マドリー基本的にクロースが下がって、2枚のセンターバックと、まあ、クロスロールで3枚でビルドアップしていくっていう形が、まあ、ビルドアップの時はよくやります。で、両サイドバック、メンディだったり、カルバハルだったり、まあ、ルカス・バスケスだったりしますけども、まあ、上がっていって、で、ここの3、2センターバックとクロースで、まあ、ビルドアップしていくと。で、左サイドで、ね、クロスボール受けるんで、これに対してメンディが1回上がって、こういうところに入ってきて、まあ、2回サイドバック化して、まあ、ビルドアップ助けるみたいな、これ非常に効果的で、機能してるんですが、モドリッチとクロースとウデゴールがいる場合は、結構みんなこうボールが欲しくて引いてきちゃうんで、結果、こういう風にですね、まあ、面でもこう上がりきってないところで、この2人が引いてきてしまうと、これ見ていただいて分かる通り、もう中盤と、まあ、ディフェンスラインも含めて人がいすぎてスペースがないんで、まあ、相手からすると前からこうプレスかけていって逆にこう圧縮しやすい状況になるんで、で、まあ、クロスと、まあ、ウデゴールと、まあ、モドリッチで全員こうボールが欲しくてこうやって寄ってきてしまうと、逆にベンゼマとかね、見ていただいた方、前線でものすごく孤立してしまいますし、まあ、両ウィング、アセンションだったり、アダルだったり、ビンシウスっていう選手も、のところにもなかなかボールを効果的に運べないんで、で、これがまず、
ビルドアップのところに関してはこう腕ゴールを使った時に、まあ、マドリーもうまくいかないし、まあ、腕ゴールも別にあんまりこうあいい感じにこうボールを受けれてないっていう、まあ、モドリッチとクロスも、まあ、展開力もないしボールも打てるんで、まあ、ここに腕ゴール入れる必要はないよねっていうところなんですけれども、まあ、腕ゴールはこういうタイミングでフッてこう消えたりとかっていうのがあんまりできないんで、で、まあ、これがまず腕ゴールがなかなかうまくいかなかった要因の一つにあると思います。はい、続いてですね、もうちょっと攻撃の話をしたいと思います。で、ビルドアップ前のシンバーは割とうまくいってボールを前進させられたぞといったところで、まあ、ここからで攻撃に入ったところでどうなるか、まあ、これでもちょっとね腕ゴールうまくいかなかったんで、それもですね解説したいと思います。で、まあ、マドリーの場合はまず攻撃の中心はねベンゼマですね。で、ベンゼマは本当にこういう、まあ、左のサイドに流れてきてボールを受けるのが得意です。で、まあ、言ってもこういうハーフスペースのところとか、まあ、できればこうウィングのところまで開いてきて、まあ、ボールを受けたがると。で、この時にですね、まあ、ウィングの選手が例えばここに、ペドロとかビジャみたいな選手がいたらこういう風に入ってこれますし、こっちもそうですね、このベンゼマを上げたところにこうやって入ってこれるんですが、まあ、マドリードね、ウィングの選手って、アセンションにしろアザルにしろビンシューズにしろあんまりそういうタイプじゃなくて、まあ、ロドリゴは、ね、言ったらそういうタイプですけど、ちょっと怪我しちゃったり、この時期怪我しちゃったりもしてますし、ってなってくるとなかなかこれがうまくいかなくて、ウデゴールもこういうとこ入っていくタイプの選手じゃないんで、ベンゼマはここでボール受けるんですけど、ウデゴールは本当だったらこことかこういうところでボール受けたい選手なんで、この距離も遠くなってしまいますし、そのあたりがなかなかうまくいかなかったというところがあります。で、本当にこうなんていうんですかね、5レーン理論的に言うと、まあ、ベンゼマがこういうところに、いてですね、例えばこの選手、ウィング選手ですね、こういうところに入ってって、でメンディは走り分けできますから、まあ、インナーラップでこういうところに入ってきて、で、腕ボールがここに取って、でウィングの選手がサイドに張ってれば、結構ね、こう、うまく、攻撃が浮くと思い、いくと思いますし、あるいはね、こういう、この形で、まあ、ここにね、まあ、アザールはこうハーフスペースの中にここに留まってて、で、腕ゴールがこういうところに入ってきて、まあ、ここまで深い位置となってもいいですけども、この辺りにいて、で、逆のウィング選手がここに入ってきて、今度はこう、カルバハルとかレルカスバスケツ、サイドアップの選手がこういうところまで走っていたら、まあ、これもこれで、ゴールデンビジョンで、結構いい感じに選手を配置できてますし、今2パターン言いましたけれども、そういったパターンがあると、このパターンがあって、うまくいかなかったら、ボールを動かしながらもう一個のパターンに、変えながらやっていくってことができますし、こうなってくると選手の流動性も出てきて、まあ、ボールも動いて、まあ、攻撃も結構円滑になってくるっていうところで、まあ、こういったことをですね、まあ、チームとしては、まあ、次男監督としてはやってあげたかった、やってあげていたら、まあ、腕ゴールね、もうちょっとレアルマドリードも輝いたと思うんですけれども、まあ、腕ゴール自身ね、怪我があったりして、まあ、今シーズンで言うとね、フェデリコ・バルベルデもちょっとそういうところありますけれども、まあ、使いたい時にちょっといなかったりとか、で、そういう時には本当クローズ、まあ、やっぱカゼミロ、クローズ、モドリッチってこの3枚が盤石なんで、で、モドリッチも35歳ですけども、全然パフォーマンス落ちてないですし、なんだったら上がっているんじゃないかぐらいのところでもあったりするんで、そこでね、こうなかなか、腕ゴールが活躍の場を得られなかったとこういうところがあると思います。はい、ね、腕ゴールについてね話してきましたけれども、まあ、もうちょっと本当はねレアルソシエダとかアーセナルでって話したかったんですけども、まずはちょっとバシッて口頭で言って、締めたいと思います。で、レアルソシエダだった場合、まあ、この前今成監督が、まあ、オプションはないと言っていたんで、結構厳しい獲得厳しいのかもしれないんですけれども、まあ、今期のねレアルの課題はやっぱり右のインサイドハーフの問題で、まあ、ダビド・シルバーをフリートランスファーで取ってきたんですけれども、まあ、シルバーがいない時にどうするのかっていう、で、ここに今オジャルサバルとかをはめてる状況で、やっぱりシルバーがいる時といない時でレアルソシエダはもうガラッと別のチームになっちゃってますし、ここにね腕ゴールが来てくれるとレアルソシエダとしては、まあ、非常にいいありがたいといったところになると思います。で、アーセナルはアルテタ監督のもとで 4-2-3-1 でやってて、トップ下に腕ゴール入れると思うんですけれども、で、僕はもうこれはもう個人的な興味もあるんですけど、ジダンマドリで 4-2-3-1 で機能しなかったん でこれがアーセナル、アルテタのアーセナル行って腕ゴールを使いながら、まあ、しかもやっぱできればトップ下で見たい、っていうところで、どういう風に腕ゴールを、まあアルテタ監督が使うかっていう興味ありますし、まあ、アルテタ監督が欲しいって言ってるみたいなんで、まあ、アルテタが欲しいって言ってるぐらいの選手ですから、まあ、当然トイックニックがありますし、
まあ、戦術理解でも高いというところで、まあ、僕は本当個人的には 4-2-3-1 でプレーしているんですけれども、まあ、トップ下に入ってで、やっぱりこの左のところにこういうところに入ってきてプレーするとか、まあ、あとはそのハーフスペースのところでボール受けてプレーするみたいなこういう状況を多く作って出るようになるといいと思いますし、まあ、監督がやっぱり腕ボールがそういう風にプレーできるようにこうチームの、ね、メカニズムをいじっていってくれると、まあ、いいなと思いますんで、まあ、本当アスナルはね、セバージョスがいたりトーマスがいたりで、まあ、リーガから行った選手もたくさんいますし、その選手たちがまあスペイン人の監督であるで非常にこうもう期待の戦術感といえるアルテタっていう監督の下でですねこう輝いていくってなると僕結構個人的に胸熱だったりもするんで、まあ腕ゴールね、ちょっとマドリーでは、まあ、この半年に関してはなかなかうまくいきませんでしたけれども、まあクオリティのある選手であるっていうのは間違いないですし、それは昨シーズンね、ラレアルで証明しましたから、まあ、もう一個ステップ上がるためにも、まあ、これからどうなっていくか引き続きね注目していきたいと思います。